こんにちは。こんにちは。今回の鶴まで解散も南伊豆の帝王大久保さんと一緒に回っていくわけなんですけれども、はい、前回はね、ウルトラライトジギングやったんですけれども、はいはい、今回は AKM を使って。そうですね、はい、AKM を使って、まあ、釣れるメッキ、カマス、M のメバルはちょっとまだ早いかなっていう感じなので、はい、まあ、他の魚をいろいろ狙っちゃおうかなと考えてます。ちょっと今回はですね、台風が過ぎ去った後なので、はい、海の状況的にはちょっと、そうなんですよ、一見いい天気に見えるんですけど、実は昨日まで台風でした。ザザービュービューだったね。ザザービュービューで、はい、海の方もリセットされてると思うので、まあ、どのような釣りになるか、ちょっとね、まあ、幅広く探っていきながら、はい、そうですね、お魚の顔を見たいと思います。行きます。やっていきたいと思います。よろしくお願いします。ゲットしました。やりました。やった。メッキだ。メッキ。なんか水面パシャパシャやってるの、カマスかなと思ったら、はいはいはい、最初念仏台が追っかけてきてるのが見えて、ちょっと場所変えて、またパシャパシャの波紋のところに AKM キャストしたら、メッキ君が食ってくれた。ナイス。ありがとうございます。結構なかなかメッキにしてはいいサイズ、はい、いいサイズですね。かなり手前までずっと追っかけてきてて、もう水面引き上げるときに反転して食ってきましたね、パクッ。あ、なるほどね、はい、やったー。やりました。ブーブー言ってる、はい、食べちゃうよ。銀亀、銀亀味かなこの赤いお目目。はい、はいはい、